ばんは、平井弘和です。今回傾斜のショット、皆さん理屈を分かってない。理屈だけやっていい。うん。だから打たないから。クラブじゃないから。あ、そうだね。持ってるものが。あの傾斜のショットがうまくいかない人って多いの。うん。で、なんでうまくいかないかっていうのをいろいろな方に聞いたら、うん、そもそも傾斜のショットに対しての考えが合ってないの。うん、ああ。その合ってないことをいくつかやりますね、うん、平井弘明のワンナップゴルフ。まず、うん、平らなところから説明する、うん、平らな地面になって、うん、スイング軌道がこうです、うんうんうん、まあこういうイメージで振るか、うん、ダウンブローで振るかってなるでしょ。でもほとんどダウンブローで振るじゃない、うん、自然と、うん、そもそもダウンブローができない人もいるんだけども、うん、まあそれは置いといて、うん、ダウンブローで振りました、うん、って言ったら平らなところで軌道がこうなるんですよ。そうだね、うん、で、じゃあこういう傾斜、左足下がり、うん、こういう傾斜で、うん、これが地面と平行に振ってるでしょ。ああ、そうだね。したら傾斜よりもダウンブローに振らなきゃいけない。ああ、そうだよね、うん、でも傾斜に沿って振ってくださいっていう人がいるわけ。傾斜に沿っちゃ当たらない傾斜よりも傾斜以上に振らなきゃいけないんだ。あ、だってダウンブローに振るって散々言ってんだよ、あの子たち。そうだね。そう。そうだね。でもそうするとさ、傾斜の時はさ、傾斜なりに振りなさいっていうくせにさ、平らのところではダウンブローで打ちなさいって言うんだね。俺そういうの気づいちゃうからダメなんだ。トルさん、2020年も全国で同じ件なの。同じ件なの。そうなっちゃうのね。そう。平らな地面なところで地面に沿って打ってくださいって言わないんだから。おかしな話だよね。そう。傾斜になった途端？途端。セオリーに戻っちゃう。おかしくない？おかしいし。おかしいおかしいおかしい。そう。だから、左足下がりがよく当たんない人が多分一番多いのかな。あ、左足上がりの方がまだ当たる人は多い。うんうんうん、で、もう一回説明すると、うん、左足下がり、こういう状態。うんうん、で、なりにこうやってまっすぐ起動したらこれです、うん、でもこれじゃあさ、うん、地面に平らに振ってるじゃない、うんうん、で、やっぱりそれよりもちょっとでもダウンブローに入れないと届かないの、うんうん、左が下がってるから、うんうん、だから傾斜以上に左にこうやって振っていかないと、うん、左下に振っていかないと当たらないの、うん、左足下がり。そう、それを左足下がりでやってみてください。そもそもの最初のスタートを話してあげなきゃいけないと思うんだけど、平らなところでも、うん、さっき言った平行なやつ、うん、あれは理想論というか、そうなんだっけ、綺麗事なんでしょ。そう、綺麗事。で、結局、平井くんほら V だからさ、うん、V だけど回るから、うん、こうダウンに入って、でもなだらかになるっていうのが最初のやつですね。うん、そもそもね。そう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 。体は回転してるし、うん、そもそも平らに振ろうとしたら、うんうん、こうやって、遠心力がかかるクラブが浮くんだから、うんうんうん、そう、だから打ち込めないし平らにもできないだから俺は V の振る。そうだよね。そうするとこうなる。さっきその曲げた、そうそう、こうなる、平らでそれになるんだよね。だからじゃあ傾斜になったら余計に、うん、そうだよね。そうで、左足上がりっていうのは、うん、左のボールより左の地面の方が高いから、うん、多少アッパーに振ろうが、うん、平行に振ろうが勝手にダウンブローができるじゃん。ああ、そうだね。だから当たる人が多い。ああ、そっかそっか、ちょうどよくなっちゃうの。そうね。もう、シンプルな理屈はここまで。うん、もう、これでもう完結してもらいたい。で、こっから、うん、じゃあ何々はってまた始まるんだね。ああ、うん。そう。それは、その時になってみるかわかんない。うん、あれなんで、その、まあ、理屈うんぬんっていうのもあるけどさ、やっぱり圧倒的にさ、うん、傾斜から打つ機会って少ないじゃん、うん、体数って。うんうん、なぜならば練習場が平らなくて。そうだよ、そうだ。コース行った時にしかさ、傾斜って出会わないから、だからやっぱりなかなかできないんだろうね。あの感覚も身につかないっていうか。そうだね。なかなか確かに傾斜から練習することはないよね。本当に、いきなり本番みたいな。そう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 。感じになる。でも、理屈さえ知っておけば、こう対応はできる可能性が出てくるんだね。自分からこう軸を傾けてね、打ってくるんだよね。まあ、地面は変わらないけど、まあ、雰囲気だけど。それ意外こういっぱいコースで打ってて見っけたの？その傾斜の対応とかさ、余計打ち込まないと無理じゃんとかさ。
試合やってた時に、うん、特に左足下がり、地面から遠ざかるじゃない、うん、地面がこうなってるから、うん、クラブが遠ざかるじゃない、うん、そうだね。だから余計に地面にスッて打ってたって、うん、地面と平行のままだから、うんうんうん、もっと打ち込まないとダメだって思った、うん、ああ。そう。実際それをやってみたら、うん、すげえいい球出ちゃった。あ、そうなの？そう。あ、これだと思う。じゃあその届いてない感覚はあるの？トップ気味になってるみたいな。うん、それを意識してない時はあった。薄く当たっちゃうし、うん、球も低いし、うん、スピンも少ないし、うん、ただ球が強くなっただけだなと思う。なんで、ちょっとの傾斜でもそんな変わんのかなと思ってさ。うんうんうん。そしたら、ちゃんとしたことをやってなかった。ああ。左足下がりの傾斜に対して、うん、まっすぐの感覚で、ちょっと左足が下がってんだなぐらいの感じで打っちゃってたから、いけなかった、うんうん。ちゃんと左足下がりって、体も頭も思ってれば多分、ちゃんとした球最初から打ててたんだろうけど、あ、まあ、いい失敗をしたよね、。それで、左足下がりだけ傾斜以上にダウンブローに振らないとうまくいかないっていう。うんうん、さっきも言ったように、左足上がりは、地面にクラブが向かっていくから、うん、勝手にこの傾斜に対してのダウンブローになってるんだなと思った。うんうんうん、そしたら実際そうだし、うん、うまく打てるし、うん、警戒度は低い。あ、でも打てる。はいはい、だから、アマチュアの方も左足上がりの方が打てる方が多いんだなって思った、ね。でも何もしなくてもさ、角度的にダウンブローになるってことはさ、その打ち込み度合いを少し、弱くしないとさ、うん、いつも通りだって余計打ち込んだってことだよね。傾斜に対して反って構えてたら別にいくらでも、ね、あ、そんなに同じか。傾斜に対して逆らって立ってたら緩めないとダメだね。確かに。それは人による、人による立ち方。うん、ああ、そうなんだ。ただ左足上がりのアドレスの軸のこう保ち方、うん、これ有力なんだけど、うん、フルスイングになればなるほど傾斜なりになるのね。うん、で、要はアプローチになればなるほど軸って逆らう。そう。これは本気で有力だ。こんなことで。あ、そう。何人言えるかな、これ。簡単な理由で、うん、結局、フルスイングに対して地面に逆らってたら、フォローが取れない。ヘッドが抜けないから。そう。だから、こっちまであるかないか。ああ、なるほどね。アプローチは突っかけても害はないんで、うん、その軸を傾斜に逆らって立っても問題ない、うんうんうん。もちろんこうやって立ってもいいんだけど、な、うんでかっていうと、うん、距離感の問題になる。うん。とか変わる。ああ、そっかそっかそっか。だからフルスイングってフルシュフォローが取れて、球も上がるから、うん、距離感のばらつきってそんなない、うん。まあアプローチってターゲットが目の前でしょ。うん、だからロフトが、地面に対してのロフトが相当変わると、はいはい、距離感つかない。ああ、そっかそっか。だからこうしっかり重力に対してのロフトでちゃんと当ててあげないとダメ。そういう理由があって。あとつま先上がりとつま先下がり、うんうん、だと変わるの。振り方、打ち込み方っつうか。つま先上がりは打ち込まない。そうなんだ。つま先下がりは。めちゃくちゃ打ち込むから。あ、そっか。また遠くなるから。そう。届かないから。あ、そうだね。つま先下がりが打てない人は、うん、自分のスイングがインサイドアウトになってますっていうお知らせが届くはず。あ、そうなの？うん。インサイドアウトの人はつま先下がり打てないから。一生ボールに届かないから。そうか。うん。だからつま先下がり、自分がインサイドかどうかチェックするときは、つま先下がりでフェアウェイウッドを持って、うん、打ってみればすぐわかる。ちょんころ出るから。向こうに傾斜が行ってるじゃない、つま先下がってる、うん。で、インサイドアウトってことはずっとさ、地面と高さがヘッドが同じ。うんうんうん、だから分かんない。そう。そうか。そう。そういう歌に届きます。あ、要は、こっちが上がってるから、うん、アウトサイドインに振ったら、うん、ボールに絶対ヘッドが届くから。あ、そうか、そうか。そう。当たる。うんうん。そう。そうか。つま先上がりは逆よ。そっか。アウトサイドインの人は傾斜に沿って打ってるのね、うんうん。でも、インサイドアウトの人はぶっ刺さりシャンクで打ったの。そうだね。そう。本当にインサイドアウトって良くないね。良くないよね。ね。これ、ワンナップゴルフはアウトサイドインでもいいじゃない、いいじゃない。うん。言ってるからさ。
そういう方が少ない。そう。でも皆さん大事なお知らせです。平井はインサイドアウトですから。恋じゃなくて。あ、恋じゃない。多分、もともとね。癖。癖ね。まあ、癖。一生懸命直そうとした。諦めた。いや、受けるのがさ、どんな少ないでしょ。あ、まあそうだね。うん。受ける、ね。受ける。だって言う。どんだけボロクソ言ってんの自分がいいから。そう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 。そうなんだよ。反応してる。うん。やっぱね、ドロー打ちたいし、うん。さらいたいし、うん、球をね、どうしても逃がしたくないの。もともとの癖。そう、三つ方。あ、そう。いや、みんなそうだよ、じゃあ。みんなだからインサイドです。じゃあみんな悪くないの？みんな悪くないよ。みんな悪くないよ。まあでもね、フォローするって感覚だからね。そう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 。そう、飛んでけ、そっちに飛んでけ、そうなの、そうなの。そう、だから、傾斜に対しての、考え方っていうのを、ちょっとね、伝えたかった。そうだね。やっぱりね、得意な人ってあんまいないじゃない。やっぱ平らのところがさ、一番、そりゃそうだよね。優しいはずじゃない。だから、その、どんどん傾斜が苦手だなっていう人は、そういう、こう、考えの変え方だったり、あと、まあちょっと、実際コースで、ね、試してもらって、やってみるのがいいですね。2022年ですね、バンバン傾斜から打って、ベタピンにつけていただきたいと思います。これからもよろしくお願いいたします。最後のご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですね、ミーティングですとか、レッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。